ムーナちゃん驚いて、いやすごかったよねいやすごかった、ムーナちゃん、いやかっこいいと思っちゃったねえ。やっぱさ IDEM 勢ってさ初めてだったじゃん、そうパフォーマンス見れるのが、いやもうかっこいい、すごいって思ったし、なんかね嬉しいなって思った。今までの私たちだけ JP だけじゃなくて ID とか EN の子も一緒に出れるって、なんか世界が広がったなっていう感じがしたし、なんかあー一緒に出れるようになったんだなっていう喜びがすごいいっぱいあって、そういう意味でもつながったなって、 JPIDEN つながってライブしたなっていう気がしましたね。ずっと待ってたからね。エモいね。アメンバ Thank you。 まあね、今回はほらまだ ID の子は私もそうだけどさ、あのね2期の子とか6期の子とか出れてないじゃん、そういう子たちもまた出れるようになるといいなって思ったね。まさにコンセプト通りですよ。そうだよ、つながるホロライブ、いろんな IDEN、そしてねもう一つのグループも含めてつながっていて、そして応援してるみんなともつながっていける、つながるホロライブなわけですよ。ホロライブプロダクション全部がつながったわけ、すごいよね。